こんばんは。10月17日午後7時になりました。312回のしゃべくり祭りの時間がやってまいりました。今日の祭りなんですけどもね、一般的にはね、気温が20度から21度、22度がね、一番過ごしやすいと、人間にとってね、その20度ということなんでね、今日は素晴らしい日でした。ということでね、今仕事から帰りましてね、慌ててこの新聞を持ってたんですかね、夕刊にね、一面にですね、中国神舟11号打ち上げですね、独自ステーション前進と。神舟11号ってね、長野の神舟じゃないですよね、分かってますね。はい、余計なこと言ってしまいました。それからですね、アニメのですね、君の名は興行収入150億円、ポニョ以来8年ぶりなんていう記事がありました。ということで、今日も生放送でお送りしております。今日のゲストなんですけども、ですね、長野市の武道協議会を設立されました滝沢さんにおいでいただきました。会長さんですね、会長の滝沢さんにおいでいただきました。滝沢さん、今日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。お願いします。ところで、滝沢さん、はい、その長野市武道協議会っていうことなんですけども、はい、その大体その内容ですね、はい、どういうものか簡単にちょっと説明していただいていいでしょうか。はい、はい、分かりました。はい、ですね、皆さんもご存知だと思うんですが、はい、長野市にはスポーツ協会というのがございます。はい、この中に武道団体が9団体あるんです。うんうん、それで、大体武道といいますと、柔道にしろ、うん、はい、剣道にしろ、うん、弓道にしろ、うん、合気道にしろ、空手にしろ、みんな縦ではこういう形でその武道を通してつながってるんですが、横につながってるそのことがないもんで、そういう交流がないもんで、それをなんとか作りたいなということで、まあその中には、まあ今は非常に社会的に少年を取り巻くその犯罪、はい、そういったものが多いもんで、はい、そういった団体を、うん、団体を作って、うん、その何か青少年の健全育成にお役に立たないか、青少年の健全育成ことで、はい、なるほど、武道のその修行と同時に、なるほど、そういうことにちょっと気持ちを向けてみようと、うん、こういうことで、それが設立目的ですな。そうです、そうなんです。で、まあ、その今9団体っていうふうにおっしゃったんですが、はい、そのほかにね、うん、年配の人、はい、武道をやる年配の人、大体80歳ぐらい過ぎますとね、はい、なんとなくその、うん、足腰が弱ってくるせいか遠のいてしまうから、うんうん、そういう人たちを一応その80ぐらいになったら、なんとか厚労省みたいな形で表彰できないものかなと、うん、なそういったものをその武道家全体でお祝いしてあげられたら、素晴らしい、いいんじゃないかなと、協議会で、はい、なるほど、考えました。それで今のね、9団体ということなんですけども、はい、いくつ、はい、柔道、合気道、はい、なんだ、じゃあ柔道、はい、剣道、はい、合気道、はい、空手、はい、少林寺拳法、はい、それから相撲、はい、それからその他には、はい、本来ならば薙刀と銃剣道ってご存知ですか。おーおー、昔は鉄砲を撃ってその先に槍をつけて戦ったその戦時中の銃剣道というのがあって、ちょっとまあ生まれてなかったからよく話にはね聞いてますね。それがね、はい、日本武道館でいうところの武道9団体ということになってるんですよ。そうですか、その皆さんが集めて設立したと。そうなんです、それでですね、長野市の場合は、そのうちその薙刀と銃剣道というのがやっておられる方がおりませんもんで、まあ7団体なんですよ。なるほど。しかしここの松代という町はね、非常にそういうことに堪能な方がおられましてね、浄道といって杖を持って戦う浄道というのがあるんですが、それと居合道、居合、はい、それからいわゆる古武道を全部揃えた古武道というのがあって、うん、その3団体が、まあ市の方へは未登録なんですが、うん、仲間入れて、なるほど、全部で10団体ということで、素晴らしい、今回
お話をさせていただきました、はあ、でこの、設立されたそうなんですけども、はい、この設立については、はい、いつ頃からこの何思いっていいますか、あその何ですかその計画っていうか、はいはい、気持ちはあったんですか。あそれはですね、私柔道をやるもんで、はい、柔道の方の方で、全国大会でこれでも2回優勝してるんですよ。全国ですよ、はい、全国、はい、それでですね、そうしますとね、柔道の全日本柔道連盟というのがありまして、うん、はい、講道館で行われた大会で優勝した優勝者を、うん、次の年の新年に日本武道館の中で全国のその何ですか鏡開きと武道始めというのを行ってるんですよ。これそれぞれの団体からその推薦してくる何、うん、て言うんですか、いわゆる模範演舞、なるほど、これを2度ほどやりまして、うん、ああこういったことで武道というものは横にもつなげられるんだと。でこの写真がそうですか。あのね24年がこれが、これが何年ですか。これがね、ねそれがこれもそうですか。これは違うんですか。あこれがね、25年に全国で優勝して、うん、柔道という雑誌に載った写真なんですよ。でこれで優勝しますと、うん、その翌年の、うん、はい、こういった大会があるんですよ。これは何ですか。これがね、日本武道館でやってるあの鏡開き式武道始め、はいはい、うん、この大会に、まあ、はい、あの演舞をしろと、はい、いうことで、うん、言われてきましてね、はい、全柔連から指名されて、はい、これ私25年の時の写真ですが、うん、ここに あるんですが、これその時のこれ滝沢さんですか。あの柔道のあの時のずっと横にずらしていただくと、うん、名前の横反対側、うん、先生反対側の方にその上ですかね、まあ、私の名前とそれから相手の名前それから所属なんかが載ってる、うん、こういうところへね、はあ、出させていただいて、うん、それでまあ武道というのは横にもこういうふうにつなげてできるんだなと、うん、あなるほど、ね、はい、それで昨年あたりほら県の、うん、県立の武道館がなんか柵の方へできるということがね、うん、はい、決定したそうで、うん、それで長野もまあ負けていっちゃいけねえなということでね、うん、新年早々感じましてね、なるほど、それでなんとかそのじゃあ長野市は横につなげて、うん、そういうそのまとまりを作りたいなと思って。これそういう団体っていうのは長野市には今まではなかったですか。はい、なかったんです。初めて。はい、長野市では初めてです。あそうなんですか。はい、まあ、ちなみに長野県ではあの松本がね、うんうん、今年11月の23日だったかな、うん、10回目のねあの武道祭をやるんですよ。はい、武道祭りというのかもしれませんがね、読み方は分かりませんが、まあ、そういったことをね去年なんかテレビでね放映されてるの見ましたから、はい、やられてると思います。はい、そうなんですか。今のね、当日は当日はっていうかいつされるんですか。長野の私どもが計画してるのは11月3日の文化の日なんですよ。祭日に。はい、祭日でね。どこでされるんですか。どこで。ここのそれパンフレットが、はい、これちょっと あのこれ薬悪いかな。パンフレットの表紙ですか。まだできてないんですね。松代町にあるね文部学校、ご存知ですかね。知ってますよ、知ってますよ、地元ですもんね。はい、知ってますよ。あそこのね掃除所というのがあるんですよ。あ、これ掃除所だ、はい、これ掃除所なんです。広くてね一番広いんですよ、そうですね。これね柔道の畳100枚引けんですよ。100畳あるんです。そこへね柔道の1試合場分50枚奥へ引きまして、手前は板の間にしておいて、向こうで柔道をやったら次は手前の板の間の方で剣道をやる、うん、それで奥で合気道をやったらその前で今度は空手をやるとか、うん、これ中身的には何かできてるんですか。はい、それが中身的ですか。これがね、はい、これが式次第中身ってことです。はあ、11月の3日文化の日の、はい、午後1時から、うん、はい、あ
なるほど。初めに ね、設立、一応8月の17日に設立はしたんですが、うん、改めてその皆さんに、あ、式典、式典なんです、ね、はい、なるほど、式典をちょっとやりまして、その後だいたい30分過ぎ、うん、45分ぐらい、うん、1時45分ぐらいから各団体10分ずつ、うん、あの見込んでますがね、なるほど、あのかなりの、まあ、3時間弱かかるかと思うんですが、あの模範演舞ですからね、あのそれぞれあの代表者が出てきますから、非常にいいものが見られると思います、はい、そうなんですか。ぜひ11月3日に、文部学校 で、はい、でその参加される皆さんというのは、はい、年齢的にはどんな方が多いんですか。ね、そうですね、私関係してます柔道はね、うん、今年はね、小学校6年生の双子の兄弟がいましてね、うん、これがね、長野県の方の競技会で小学生の部で優勝しまして、うん、これがあの北信越も勝ち抜きまして、うん、全国大会に今年出ます、うん、10月今月ですね、行われる全国大会に出るんですが、うん、その子どもたちにね、うん、来てもらって、なかなか小学生ですけどね、うん、あの見応えがあります。じゃあ若いとか、はい、その小学生から、小学生から、まあ、お年寄りとか、私が、うん、まあやる中では一番年長でしょうかね。まだ50歳ぐらいですか。いやいや、あの、ま、今年誕生日23日が来ると75です。75、はい、若い、そうですか。お、じゃあ竹田さん今ね75歳っておっしゃったんですけども、はい、じゃあ小学生からもう70歳の方まで。そうですね、はあ、幅広く。でも武道をやる人っていうのはあれですよ、うん、80過ぎてもね、皆さんそれぞれなさってて、なかなか皆さん壮健で、はあ、やっぱりそういうことをされてるとやっぱり若いかもしれないですね。そうですね、気持ちが若くいられます。私なんかも子供相手に柔道やってますもんで、はい、非常によろしいかと思います。はい、はい、そうですね、はい、ですね、今ね向こうでね、はい、なんかスタッフがね武道っていうかね、あの巨峰の武道やってるからね、まあ、私そっちみたいに、ね、はい、笑ってダメだ、まず悪い人いますね、もう本当にひどいですよ。そうです、そうなんですよ。それで、まあ、時間もねだいぶ少なくなってきちゃったんですけども、はい、じゃあその会長さんと、はい、会長さんですよね、もちろん、はいはい、会長さんとしてのね、その意気込みって言いますかね、その式典とかね、演舞祭ですか、はい、演舞、はい、に向けてですね、その意気込みとかってなんかどんなことなんですか、ね、いや私はね、うん、まあ自分で考えてここまで走ってきたもんでね、思いは割合と大きいんですよ。大きい、できましたらね、日本は制覇したい。いや、あの文部学校をね全部使ってね、うん、全部のあの武道場、うん、剣道からそれぞれのところでね、はいはい、まあ、長野市中の皆さんがおいでいただいて、うん、そこで演舞をしたいなと、あ、こんなような計画を持ってるんですが、うん、どんなもんでしょうか。いいですね、ぜひ一つそのように応援していただきたいと思います。長野さんと長野県全国ってやってくださいよ。はい、ね、頑張ってください。ありがとうございます。それで、まあ、とりあえずですね、その、はい、今の意気込みはね、はい、お聞きしたんですけども、その地域のね、とりあえず地域の松代の皆さんとのつながりどうなんですか、ね、今のところは。ね、うん、おかげさまでいろんな方にお声をかけて、うん、それでまあぼちぼちと言ったらいいんでしょうかね。私柔道の出ですから、柔道の関係の皆さんには、うん、まあ、それなりに PR したり、うん、なんかしてるんですがね、うん、何せ私篠宮の方からこちらへ住まわしてもらってますもんで。あ、そうなんですか。ええ、越してきたもんでね。あ、そうですか。なかなか松代の人とのご縁が、うん、薄いもんですから、どなたにお願いに行ったらいいのかとか、うん、そういうことがわからないんですよ。なるほど。ですので、今回も皆さんに声かけていただいて、うん、なるほど、こういうところに呼んでいただいて非常にありがたく思ってます。それではまだあれですかね、その松代というか地域の皆さんとのつながりはあまりまだ深くない。これからそうですね、武道でのつながりは、うん、柔道を中学で始めたお子さんの親御さんは割合と知ってますが、うんうん、
それそうですね、町の方はあの武道に関してはそれほどでもないんですが、でもこれよそから見てるよその人は、うん、松代はいいな、羨ましいな、あ、うん、武道の町だもんな、うん、こういう風なね捉え方してくださるんですよ、ね、ですからここであの全国の剣道のね、うん、選抜大会なんかやって非常にいいことだと思うんですよ、うん、あ、そうやってますよね、あれ毎年やってますよ ね、あれにやっぱり今度武道も今度ね、うん、文部学科で負けないぞというね、なるほど、気持ちでみんなでそれぞれ切磋琢磨まあしていけば、なるほどね、はい、うん、特色のある町ができるんじゃないかな、素晴らしいですね、ということでね、こんなこと考え申し訳ないんですけどね、だいぶ時間も過ぎてきちゃって、はいはいはい、最後にね、はい、その町の皆様それから地域の皆さんに一言だけでいいんですが、はい、ぜひお願いします、はい、どうも皆さんこんにちは、あ、そんなようなわけで11月の3日、うん、午後の1時から、うん、長野市武道協議会の演舞会を行います、はい、よろしく一つお願いいたします、はい、で文部高校というとね、はい、あれ入館料あるんじゃないですか、はい、入館料、入場料、入館料、ちょうど文化の日でね、うん、当日は入場無料になってるんですよ、はい、ちょうどいいですね、ですからぜひ一つあの皆さんお誘い合わせて、うん、なるほど、ぜひ、あ、いいですね、11月3日の午後1時からは、うんうんうん、文部学校と、はい、こういうことでした、ね、よろしくお願いいたします、ちゃんと PR もしてね、はい、ありがとうございます、よろしくお願いいたします、はい、どうもありがとうはい、はい、ご苦労さんでした、設立柔道、柔道いい ね、素晴らしい、宇田さんなんか柔道やってんの、ない柔道、ね、武道は武道、武道何もない情報だね、さっきね食べるだけ、あのこちらでね、あの武道をね情報を向いてね食べるまでしてんだもの俺ね、そっち見たらね話できなくなっちゃった日本馬さんって広い人だね、うん、弱ったもんだね、弱ったもんだ、今度次回仕返しして、ね、そうそう、うん、次回ね仕返しましょう、うん、はい、というお知らせを、はい、お知らせね、はい、これあの東城にありますね、はい、あんずっこの里ってのあるんですね、はい、うん、でここでもってねドッグランの、なんですかね、会場っていうかできたんですね、ほうほう、それならね、10月の23日、うん、ここでもってね、今週土曜日ですか、今週土曜日だね、うん、11時から、うん、17時までやりますよっていう形です、まああの日曜日もあるね、うん、日曜日もございます ね、 そうですね、同じ10時から15時までっていう、はい、ちょっと早くなりますけどね、はい、まあこれ、インターネットでも多分出てると思いますね、はい、はい、これ見ていただければ、ぜひね、はい、山の上の方じゃないですか、大変、うん、まあ安住の里なんでね、うん、いいと思います、はい、はい、扇状地でございます、はい、ぜひお願いします、はい、ということで、はい、伊藤さん、はい、しゃべり松代、来週はね、これ、はい、一級フードアナリストについてってね、日本松さんやるんだよ、あ、じゃあ、ね、ぜひ司会しなきゃ、うん、ね、日本松さん、はい、さっきちょっと、はい、ここでやって、日本松さん、さっきのね、武道巨峰のねお礼をしなきゃいけないですからね、はいはい、楽しみにしてます、はい、どういう司会してきますかね、はい、わかりました、いやー、フードだからね、ちょっと食べる真似をしてね、はい、ぜひ、中島真希さんと先日打ち合わせ しました、はい、資料をねいろいろ作ってきていただけると、あのフードアナリストということで、長野県にお一人しかおりません、一人、うわすごい、宮坂さんもね、調理師免許をお持ちになってます、うん、持ってますよ、うん、そういった資格とはまた違うことで何資格伊沢さん手当ててんじゃん、資格じゃん、はい、ということで、まあ、題目はこういう題目ですから、まあ、しっかりねご紹介をしたいと思っております、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ、はい、ね、腕に何だ、何よりようとか言って、まあいや、わかんない、はい、はい、ということで、はい、来週のしゃべくり場所をどうぞお楽しみに、はい、松代、あなたの街、それそれそれくり松代、また見たね。